東映町立東映小学校は、愛知県北下良郡東映町大技、本郷技場桜平28の一にある、町立の小学校。2006年4月に開校し、2010年4月からは、東映町唯一の小学校である。2013年9月には、愛知県立新城、東高等学校本郷校舎跡地の新校地に移転した。2018年度は、 学級数が8学級、児童数が111人だった。東映町立東映中学校の学区に含まれている。東映小学校は以下の3点を教育目標に掲げている。みんなの目で子供が伸びようとする輝きを見出し、認め、寄り添うをスローガンとしている。2013年までの休校地1882年の現。 東映町域には12校の小学校があった。1955年の東映町発足時にもやはり12校の小学校があり、1964年からは長らく10校の体制が続いた。東映町の中心地区である本郷地区にあったのは東映町立中央小学校である。1975年頃からは東映町は各学校で天地人教育を 教育目標に掲げている。1990年には少子化に伴う統廃合が行われ、東栄調律足込み小学校と東栄調律味噌の小学校が中央小学校に統合された。2006年にはより大きな統廃合が行われ、中央小学校、東栄調律月小学校、東栄調律中下田ら小学校の3校が統合されて新設校として、 東映調立東映小学校が開校した。開校時の所在地は、東映町大技本郷大技東万場市2007年には、東映調立属大小学校と東映調立古戸小学校が、東映小学校に統合されている。2010年には、東映調立東部小学校と東映調立七小学校も東映小学校に統合され、東映町の小学校は、 東栄小学校一校となった。2010年度の児童数は122人だった。2013年度からの新校地2007年度末をもって愛知県立新城東高等学校本号校舎が並行した。東栄町はもともと東栄グリーンハウスを小学校移転用地候補としていたが、2011年4月の東栄町長選挙では、 東栄グリーンハウス存続派の小林勝次が当選し、東栄グリーンハウスを取り壊して、小学校を建設する計画が白紙となった。小林は新城東高校本号校舎を愛知県から譲渡する交渉を進め、1300万円で新城東高校本号校舎跡地を購入。2012年8月から2013年にかけて、東栄町立東栄小学校の新校舎が、 建設された。設計は、奥見川で、下良町役場や下良町立下楽中学校なども、手掛けた、伊藤建築設計事務所である。2013年8月29日に竣工式が行われ、旧高地から新高地に移転した。新高地の所在地は、東映町大麻本郷麻城桜平28の1。新高地には、木造平屋建ての教室棟、 管理棟、屋内運動場があり、全体の延べ床面積は2800平方メートルである。校舎の建設には、東映調査の木材を使用している。校内の照明電力は、管理棟の屋根に設置された太陽光発電パネルから供給されている。事業費は11億2000万円であり、うち5億円が国庫補助金5億5000万円が過疎。 地域自立促進特別措置法に基づいて発行される過疎対策事業債だった。2017年度の児童数は111人だった。ありがとうございます。